韓国において、イユンテク元広次団コリペ芸術監督らの性暴力を告発する、ミートゥー運動が拡散している。そんな中、文化美術写真の芸術分野の性暴力被害者や目撃者のうち、申告できた比率は4.1%に過ぎないとの調査結果が公開された。28日、 韓国文化体育観光部によると、韓国文化観光研究院に依頼し、昨年6月から今年1月、オンライン上で文化美術写真分野の芸術費と1254人を対象に実施した性暴力実態に関する調査の結果、39.5%が性暴力被害に対応できなかったと答えた。 席を移したり走って逃げるという回答は20%だった。被害者や目撃者の被害申告比率は4.1%に過ぎず、申告できなかった理由としては、申告しても効果がなさそうという回答が39.7%を占め、その他、加害者とずっと会わざるを得ないから、今後の芸術活動に影響が及びそうだからと続いた。 被害申告後の主要処理結果のうち、加害者の法的処罰がなされた場合が17.6%で、加害者の芸術活動停止事例が9.2%だった。だが、合意や、権威なし、または無罪など積極的な処罰がなかった事例がほとんどで、この他に、加害者の逆告訴、裁判進行中などもあった。 加害者は先輩芸術家が43.5%と最も多く、同僚後輩芸術家が28.7%、教授講師が23.2%などの順となった。回答者の60.3%は、性暴力の予防教育の経験がないといい、予防教育経験者のうち、 教育内容が芸術界に適応していないと考える比率は51.2%だった。複数回答で調査した被害経験は、セクハラが42.6%で最も多く、続いてセクハラに17.5%、視覚的セクハラに15.6%、合姦未遂4%、合勘2%の順だった。文化体育観光部は、 特定分野のみの予備調査であり、芸術界全体への拡大解析は不適切だとし、短い調査期間と少ない回答率から、調査結果の誤差は多少大きい可能性があると明かした。また、今回の調査をもとに、3月から本格的な実態調査や予防教育、被害者支援などの対策を推進したいと伝えた。